麻雀ファンの皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は第37期本戦 B1 リーグセレクト第4節2回戦の戦いをお届けしてまいります。実況は私松田彩香が、そして解説は藤島健次郎が務めます。藤島さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは早速4節2回戦の準備ができたようです。はい、本戦 B1 リーグセレクト第4節2回戦東杯の開始です。立ち合い人古橋隆の合図によって2回戦がスタートとなりました。改めまして、チーチャより猿川、南茶、石綿、シャーチャ、白鳥、ペーチャ、立川の並びでスタートとなっております。2回戦猿川の親番ドラはチーピンです。はい、ということで引き続きよろしくお願いします。はい、引き続きよろしくお願いします。1回戦からね、結構激しい展開で面白かったですよね。そうですね、なんか入れ替わり立ち替わりなんかこう高打点が飛び交いまくりましたね。まくりましたね。そしてまたもちいちゃは猿川という並びでのスタートとなりました。統一、はい、4組目白鳥、ドラが浮いている。こちらは統一3組目立川、白統一、猿川は親番でこちらの手配。まあ終えてみればそこまでこうすごく大きな変動、まあそうなんですけどね。実際気分がいいのは白鳥さんだけだと思いますね。やっぱり猿川さんは一時6万点ぐらいあったんで、はい、まあ浮きはキープしたとはいえ2着は不服だとは思いますね。なんとか浮きという感じになってしまいましたもんね。うん、そうですね。実際どこかっていうと難しいんですけどね。はい、うん、リャンシャンテン白鳥、こちらも手配まだ少し重たいです。立川、イーシャンテン、猿川はドラ使える形を残しました。インペーコーとドラ引きですね。超高打点は見える形ですね。早そうな人はいないですね。そうですね、全体的にこうちょっと手配重そうな、うん、これでリアンシャンテン、まあ、チートイツ、まあ、チートイツになりそうですかね。立川さんの手は、はい、猿川さん手広くなりました。はい、猿田さんもね、一通にしたいけどだいぶちょっとまだ苦しい形。全員がこれくらいの手だとちょっと探り合いになりそう。白鳥さんはニャンピン、イピンとかになるのかな。縦系も残しつつの進行か。3ピンにした。チートイツ残しました。チートイツの目残す。うーん、3ピンにしたんだ。まあ、E ピン、リャンピンも残らなくはないですけどね。あ、リーチいった。そしてテンパイ入れた猿川、ドラ待ちのリーチです。ドラがね、2枚いますね。2枚いますね。積もると嬉しいこちらの形。白鳥さんいいシャンテンですね。あと立川さんもメンツテか、これだと、はい、現在リーチを入れているのは親番猿川、待ちはカンチーピン、いいシャンテン白鳥、ああ現物。ここで一旦交代か。立川、ああ裏目、これはもう1枚もう打たないかな。6万から1を打って、はい、キープはするけどもういけないですね。白鳥さんは これでローマンチームは切りやすくなったでしょうか。そうですね、ちょっ
とこの手では厳しいか白鳥次ですね。そうなんですね、相続が選べないんですよね。こちらです。あ、ドラ重なった。ドラになればこれだけは、あ、でもちょっと、まあまあ、とりあえず行ったんですか、はい、まあ、フリテンですからね、ウッパーマンが、ね、ちょっと薄いウッパーマン、しかもフリテンということもあれば、ドラが1枚減って山には猿川の上がり配置ピン1枚になっています。これでチートイツに戻った。イーシャンテン、コツイーシャンテン、ソーズは手かけられない、チューンは1枚切れ、うん、やっぱやめですね。のドラそばのパーピンも切りづらいですもんね。これであとはヤマとの戦いですか。はい、一枚山に残っているチーピン。うん、ここで初。相撲回数あと2回。うん。まだ1枚いる。1枚いるんです。引けるかね。手詰まり大丈夫だね、はい、これが最後のツモ番。うん、はい、手牌です。トン一局は猿川の一人天牌での流局となりました。もう野蛮でのリーチリーチの攻撃がこう、猿川今日はそうですね、多いというか、うん、まあもともと主張はするタイプではあるんですけどね、今日はよりこう先手取ってこうっていうのは見受けられますよね、はい、あ、なんちゃ石綿の手牌ですね。そしてこちらがシャーチャ白鳥トンガドイツ両面と厚1つ、2つですね、失礼しました。で、じゃの立川はマンズで1面つ、両面と厚もある。もう親本の猿子はいいですね。まあとは、え、でも今回そうでもないかな。もうちょっとかかりそうですか。自敗5枚だよ、だって自敗5枚そうですね、まだもうちょっとかかりそうでした。こちらの手牌、ここの方が、うん、石橋さんがいいですね。そうですね、ドラも1枚ある単品系で仕上がれば。白鳥はこのトンは1枚目は仕掛けず、うん、そうですね、立川さんいいシャンテンになりましたね、はい、これで、まあ、両面両面と。そうですね、初を重ねたのは親番猿川です。んー、ピンズの伸びは水と、まあいいピン切っちゃってましたね、はい、いいシャンテンです立川。うん、ウッパーピンから入ればリーチもあるかな。一応ドラ1枚のイーペーコーにピンフで勝負手ですよね、うん、選択チーマン切り、これでさらに手広くなりました。猿か親番ですが、ちょっとまだ苦しい、仕事なかなか手が進まないですね。うん、そうですね、猿川も親番手がなかなか進まない。ここでペン三層のターツを払っていきます。2枚目のトン、これはどうだ。これは動いてイーシャンテンにしますか。観浪ピンと6球腕のイーシャンテン、はい、イーソー先に切っていきます。白鳥三蔵、これでようやくいいシャンテンですね、
あ、天敗だ。天敗甘露ピン。甘露ピン待ち。ローピンは1枚持たれているだけです。三山、へえ。案外いました。三山です。そして両面両面イーシャンテン石綿です。初を仕掛けていったのは親番猿川、うん、これで猿川さんも一応イーシャンテンですけど先に、あ、でもペン三品が握れなんで、うん、現状きつそうですね。上がりまでは苦しそうにも見える手配。白鳥はトンをポンしています。立川もイーシャンテンが長い。長いですね。仕掛けていきました。地点取りましたね、石綿さん。はい、はい、そしてこのローピンがつも上がりとなりました。トン300、500、400、600の上がり。2枚目のトンを仕掛けてここも上がりを決めてきます。白鳥トン2局になりました。石綿の親番です。ドラバウーピン、すんなり親が落とせましたね今回は。そうですね、1回戦はね、なんか猿川さんの連チャン、まあちょっと産んじゃったところもあったんでね、最初ね、なんか今回感触いいんじゃないですかね。ああいう手、今のもね、タス選択があったけどちゃんと正解選んで上がり取れたんで、ペン酸素を払っていく場面ありましたもんね。石綿は注意シャンテンですね。ただ一応っていう感じですか。うん、カンチャンシャンポンか。現状だとドラもない。うーん、上の3色とかにしたい手ですよね。次移ります。こちらの出牌7、8、9、6、7、8、7、8、9本線ですか。7、8、9は残したいんで、イースはつもぎりですかね。ローソギリとかもあったけど、なるほど。初重ねたのはサルカドラ1枚浮いている。これでどうする。急走切りとかもあるんですか。いいシャンテン、急走切りしましたね。急走切り7、8、9になればその道を選ぶ可能性があるんですかね。まあ、ただね、ウースを切って両面ターツができちゃったことで、はい、結構上の3色を狙う価値が下がっちゃったんですよね。例えばチーマン引いても手順だとパーソー急走になるんで、はいはい、うちのにする3色はない、まあ、無理やり狙う手もありますけどね。そうですね、この両面を払っていくっていうことですもんね、なのでパーマンを手なりで打つ人も今のケースはいるかなと思いますね。お、いいシャンテンだね。ドラが浮いている。今出ればドラ打ちのポンテンはありますね。白鳥さんはいいシャンテンだけど2度受け、うん、余剰牌を選択ですけど、いいシャンテンは崩さず9万切ってたのが大きいですかね。一応上の3色絡みがあるんですけど ね、6万引きからの6、7、8の3色は一手代わりありそうでしたが、白鳥ここは二度受けのところを残しました。まあ、そうですね、ピンズの、まあ、形の良さでそっちの伸びの方が、なるほど、枚数も多いしってことですよね。国者なかなか手が進みませんが、初どうする。あ、初出た、うん、取りますねこれは。初をポンしてドラ切り天敗、猿川六球層待ちです。六球層も親の現物なんで、はい、まあでもこうと結構危ないね。全員六球層打ちそうな。そうですね、白鳥も場合によっては、一手進むとみんな危ないみたいな、はい、かなり上がれそうな六球層ですね。すんなりチーソー引けば出ないですけど、す、ね、あ、あんこった、これでここ出なくなった。チーソー切りですか、くっつき、はい、はい、これでいいシャンテン。立川は
下茶の猿川に仕掛けが入っていますが、まあ、対応というよりはどこを切るかなんですか。それとも、まあ、とりあえず握れの安全なシャアを切りましたね、はい、シャアを切っていきましたね。あ、これ手からパーマンで、まあ、ちょっと安全そうというかあんま高くなさそうには見えますか、ね、そうですね、そういうアピールがもしかしたらあるかもしれない。想像待ちなんだけど想像が高い川になっちゃってるんで す, です、ね、でドラ切り見せてるんで、はい、本一じゃなければ想像値は安いですよっていうアピールなのかもしれないですね。白鳥はいいシャンテンです。あ、5万か、急走が危ない立川。親番の石渡は、あ、ここで急走になった、うん、石渡さんの急走がすごく、はい、もう自分で切っちゃってるんで ね, そ う, ですね、そういう意味で危なかったですけど、猿川の上がりとなりました。かつ先点方順に回ったのは石渡。二回戦はこうすっすと進んでいきますね。そうですね、今のところ、はい、トン三局になりました。白鳥の親番、ドラは9万です。1回戦はオーラスに6戦オールを積もって見事な6戦オールでしたよ ね, そうですね、トップ取ることに成功しました白鳥です。かなりいい手配、いいシャンテン。ペイチャ石渡は白が統一、19杯が多いか。白鳥は4面ターツが3つの手牌、ドラもある。仕掛けていきました石渡白からです。ページャで珍しい仕掛けですね、一泣きだ。ちょっとだから感触が悪いってことですかね。サルカドラドラいいシャンテン、ちょっと珍しいようにも思える仕掛けになりました。まあ、牽制がかなり、牽制の意味合いが強い仕掛けですかね、やっぱり。立川さん、いいシャンテン。いいシャンテン。ここもドラドラだもんね。はい、ペンチ酸素を払いましたね。そうですね。想像の下割るしってことですか。まだ馬強が出てないんですけどね。まあ、柔軟性を求めたってことですよね。なるほど。まあ、絶対。ダイヤ割りたいというか、まあ、リャンカンとペンちゃんのイーシャンテンにはしなかったってことですよね、はい、うん、ドラドラ上がりたい手牌ですよね。柔らかく構えていきました猿川です。こちらもじわじわと手が進んでいきます石綿。上の白鳥さんが一番遅そうにはなってますか。あ、チーテン取った。チーテンだ、リャングーソー待ち、牽制があれですか。ちょっとまあそういう意味合いよりも本当にすごい高打点にはなりづらいんでね、まあマックス1326までの手だったってことですかね。まあまああの一応なんだろう、なんかあるゴロチにはならなかったんだよね多分ね。リアンソーの受けが残ってるからゴロチには、はいはいはい、うん、ローソーチーテン結構普通かもしれないですね。うん、そしてあここもいいところ入った、立川リアンソー待ち、そして猿川もいいシャンテンになっています。あっとこれだと、関数マンの一応天敗取れないな、これは。うん、後継を求める方が普通かな、はい、おっとこちらもこれでいいシャンテンまで来た。あ、リャムソーだ。あ、積もですね。立川の上がり、単野を300、500の積も上がり。ここは一つ仕掛けでの上がりをものにしました立川です。トン4局となっております。ドラはトン、なんか1回戦とちょっと戦い方を変えたような、まあだからそれを踏まえてって部分もあるかもしれないですよね、はい、その親であんだけ高打点が出ちゃったんでやっぱり
親落としは大事みたいに結構切り替えてやってる可能性もありますし、あんなに高打点出ないですからね。なかなか出ないですね、うん、6000オール何回も何回も。6000オールはまあ6000オール自体は2回だけど、はい、まあそうですね、猿川さんも高め6000オールのリーチ打ってたし、初を仕掛けていったのは猿川です。ピンズの本一模様リャンシャン展、まあ、ドラドラなんで本一にせずともっていうところはありますが、そうですね、まあ本一に行きましたね。そうでしたね。ドラを持ってきたのは白鳥です。親番立川は単品系になれば高打点も狙える、ゴロチの3色も見えてきました。コンパク引いた、これならもうダ3万で本一か。これで、あ、ちゃんたもあるってことですか。そうか、2万リャンマンとかで一応77のパターンがあるんで、はい、3万温存しました。白鳥は7、8、9の3色見ています。大物テイシャンテンス猿川、うん、これはさすがに3万かな。はい、何なら泣くのかな猿川さんは。それはちょっと見ます。 もちろんパーピンとか泣くじゃないですか。3ピンとかも泣くじゃないですか。あ、パーピン、ごめんなさい、パーピン間違えた、3ピン泣くし、あ、これペン3ピンだ。これはペン3ピン待ち天杯、これはなんかこのままになりそうか。泣く牌はないか、ね、トンぐらいか。しかも3ピン誰も持ってない。え、本当に3山ってこと。3山、羽根マン3山ですよ。羽根マンだもんね、チャンタで羽根マンだもんね、はい、三山です。猿川ここは3ピン使える形ですね。石渡2人3ピン使えるのか、まあ、9ピン余ってるということもあれば、白鳥も手が進まなければなかなかトーン浮いてますもんね。うーん、字からね切り出してるんで、猿川さんがそこまで一色に見えないっていうのがまずあるんですよね。なるほど。で、一泣きとはいえ猿川さんは結構仕掛けのレンジが広いの で、安いパターンもあるって思われるんで、こういう時にやっぱチャンスなんですよね。攻撃のレンジが広ければ広いほど、こういう時にちょっと舐めてもらえるっていうね利点があるんですよね。まだテンパってないかもなっていうところはありますもんね。まあ、一投げなんでドラドラ疑うんですけど、やっぱりこの捨て牌だと、はい、まあね、自牌2枚から打ち出してるんで、そこまで本一って思われない。うん、白鳥はただ今の一杯でちょっとチートイツ寄りになりましたか。ドラのトーン、これで石渡もブレーキか。打たない手組にしましたね。ローソーパーソーターツ落としですね、はい、白鳥は小さ切り通ってる牌です。親番立川はなかなか手が進まず、現状テンパ入れてる猿川町はペン3ピン、山になんと残り3枚。まだ3枚なんだね。まだ3枚なんですよ。結構異例ですよね、この事態で、この順目 で、うん、ローピンもつもぎる。あ、ローピンつもぎり、これはチーしていきましたね。ドラのトンを打たないようにテンパイを。あ、三ピンが流れた、まあまあまあ、残り2枚。白鳥さん打たなそうですね。立川さん選択、そのままスライド、はい、あ、サブローワンチーだ。これでトンタン機の形態、トンタン機役はありませんが、石渡テンパイ入れています。うん、でもこうなっちゃうと3ピン自体は危ないですね。残りまだ2枚いるんで、石渡さん3ピンはちょっと止まんないですよね。筋にはかかってますもんね、テンパイ。あ、3ピンだ。これ止まんないですね。これは猿川の上がり、初本一チャンタドラドラ。
12,000の上がり、50に回ったのは石綿です。ここは粘り込もうといったところだったんですが、うん、そうですね、結果は宝珠となってしまいました。難入となりました猿川の親番ドラワッシャーです、まあ、実際にはね、まあ、ポンした後に結構、まあ、タツ払いみたいな形なんで、なんか安かなさそうはなさそうですね。ドラがあるか何か、まあ、遠い遠いなら本一に寄ってったのか役絡みがあったのかと、そうですね、どんだけ打たなければいいという感じの曲ではなかったはなかったですけどね。田島さんこれ痛いですね。いや痛いですね。ちょっと昇級争いからはちょっと一旦、うん、黄色信号って感じですか。二面爪が完成立川です。難は表示牌難波ですけど難から行きましたね、はい、あドラドラになりました。猿川チートイツ、そうですね、4トイツありますね。ゼロメンツ4トイツか、まあまあチート寄りになりそうですかね。今日は1回戦でも見事なチートイツを決めました猿川です。今回はどうする。こう好き嫌い分かれる役ですよね。まあただ公式ルールでねチートイツ嫌いって言ってらんないですからね言ってらんないところありますね、チートイツでしかこう頑張れない曲とかはあるんでね。確かに、あとリーグが上がれば上がるほどやっぱりこうなんだろうな、その役配とかが出てこない、だから役配2組の時とかに、はいはい、1個のアイテム2個目出てこないからチートにしちゃおうとか、そういう手組みになるケースは結構多いですよね。もう本当相手にもよるってところですよね。かなり丁寧に受けられてしまうと案外上がりが遠くなってしまう場合もあります。ここは一旦9万切り、そうですね、官老僧とリアンウパーピンのイシャンテンという形を取りましたか。はい、一メンツ完成石綿です。ああ E1 これは柔らかいですね。 E1 1枚切れでしたけど、はい、近は今回も仕掛けはあチートイツイーシャンテになりました。それかはこれは決めますかね、はい、はい、決めますね。もう山にいそうな牌を残していくですね。ピンズもまあまあ高いってことでど真ん中から行きましたけど、ただこの辺もねちょっとそのピンズを3枚並べちゃうとバレたりするんですよねチートイツが。あ、まあ、マンズの一色に行ったようなケースもあるんですけど、これはね結構繊細に切っていかなきゃいけないですよね。目立ってしまうとバレてしまう、うん、一旦残しましたか。仕掛けも一応、いやでも仕掛けないですか。いやこの瞬間例えば数層とか数万とかが打たれたら、はい、ポンはありえますよね一応ですけど。一応ありますね、遠い遠いす、うん、次ですね。こちらあドラだ、9万は残ってない。あ、9万握れなのか。そうですね、あ、そっかそっか、ごめんなさい。じゃあ仕掛けはなさそうですね。ドラのシャー浮いています。白鳥。テンパイか。テンパイか。うん、違う。スーピンです。スーピンつもぎです。あっと。でも。まあ一旦ローピンになりそうですね。あ、パーマン。パーマンは良さそうですかね。パーマン。2枚ある。うん、パーマン引けばね、はい、リーチするだけなんで簡単なんですけど。そうですね、あこういうのですよね。悩ましい。
もぎりか4万、今度メンツ店切り替える、うん、メンツ店にしましたね。4万ちなみに1枚切れでしたね。はい、カンパーマン先に、まあ、この9万社あたりレアウマン最後に残ってほしいですもんね、できればこうなった以上。もちろんそうですけど、もう贅沢言わないですよね。だってあのメンツテからチートイにして、チートイからまたメンツテ戻ってるん で、ね、親ってこともあって転廃できれば御の字だと思いますよ。うん、だからもうチートかもしますよこれ多分。レアウマン、うん、パーマンですね。パーマンはちょっと分かんないですけど、レアウマンなら一応3アンコ積もればと。そうなんですよね、上がりは一応あるんで、どうせ出ないドラを、はい、自分で引けば一応上がりがあるんでね。テンパイ、ドラ打てばテンパイ。ドラ打ちますか？あ、打たず。打たない、今回打たないですね。順目が結構深くなっていました。白鳥もドラ1枚浮いています。シャーチャリアンマン切っていく。あ、これどっちもチーテン切ればチーテン入る。どうするんだろうね。ピンとか、いやー、まあ、だいぶ数万余ったことでだいぶ漫才打ちづらいですね。パーピンになりました。リャンマン、まあ、石綿もドラ浮いている、まあ、ここはさっき通ったリャンマンつもぎっていきます。テンパった？あ、テンパった。あ、ドラ打てばテンパイ打つんじゃないかな。打ったら、ね、これがポンだ、うん、ポンテン入るか。まあ役はないですけど、はい、ポンテンは入ると。白鳥猿川に続々とテンパイが入る。そして石綿もドラ切れるようにはなりました。おっと、これじゃダメ。ただ一回ツモ番があるのか、はい、あ、これは打ちづらいね。あ、でも何かを読み切っている可能性がありますね。ワンチャンスではある。はい、ということで難一局は猿川白鳥の2人転廃での流局となりました。猿川さんメンツって残したらどうなってたかな。チーマン切りになるのか。あ、でも難しいな。チートイの目は残っちゃうから、いろいろ、うん、いや難しい聞き方しましたね実際ね、うん、あ、いいですよ。リアンシャンテン、リアンシャンテン、いいですね。リアンシャンテンでしょうか。トン、あ、失礼しました。ない一曲一本場、猿川のエヴァン連チャン中、ドラローピンです。ドラドラ白鳥チュントイツ。ドラドラなんだね白鳥さん。はい、まあ、ドラ使いたいなっていう手ではありますね猿川も。そうですね、まあまあ他はまだ愚形残りなんでドラを軸に手を組んでいくと思いますけどね。これはリャンマンいい間になりそう。あ、違うんだ。ここはストレートにイーシャン点取りました。ドラのくっつきだけは残す、そういうことですね。はい、統一が4組白鳥ドラドラ急走から立川です。これでリャンマンイーマンか。これでイーシャンテンドラ使える形。立川はもう少し時間がかかりそうですが、両面がたくさん、イーシャンテンさらに手広くなります。うん、チーピン、うん、ちょっと悩ましい。リャンマンあたりですかね。ローソー切っちゃうとちょっと広がりがなくなってはきますよね、うん、ローソーでも打った。ただここはローソーストレートに手を広げていきます。チュンがここに来た。まあ動きそうかな、割と打たれそう間もなく。そうですね、立川さんのチュンはこちらの手配から、あ、もうこれで、うん、もう打ちますか。はい、チュンが打たれて、まあ、ポンするでしょう。
それでダリャンマンですかね。イースーピン、カンチーピン。あ、6万からいった。いいシャンテン。こちらもいいシャンテン。石綿まだ少し苦しい形が多いです。いいシャンテン。トロ表示が縦に切って、いいシャンテン。まあ一応いいシャンテンには取りますか。あ、これリーチですね。なんか同じような光景みたいなデジャブを感じましたが、カンチーピン、はい、キューピンジャン島のカンチーピンありますが、ただ今回はドラ町ではないですね。ドラ町ではなかったですね。ドラの横の町ですね、はい、カンチーピン町は山に残り手広くなった。中筋の数万を打つか打たないかですかね。数万からいきます。そうですね、手広くドラドラで手広くなったので勝負構えではありそうですね。リアンソーは打ちづらいな。いや全部打ちづらいんだよ、余剰が。抜いてやめますか、これ。そうですね、ちょっと見合わないですね。余ってる牌が全部危険筋なんで、入り方によってはチーピンが危ない白鳥です。あ、だいぶ危ないね。例えばパーピンが出ちゃうとかでもポンでダチーピンになるし、ね、6球ピンチーできたり持ってきたりしてもだし、実際イースーピン引いてテンパっても6球ピンにしそう。その時はパーピンか。そうですね、それは助かるのか。助かるんですか。ポンのケースか。ポンのケースが危ない、実際ちょっと6球ピン薄いんですよね。9ピン、あ、本当だ、9ピンもないんだ、はい、ドラが1枚だけ、1枚、まあ、あとチーピン引きはどうにかなりますけどね。白鳥ウソを持ってきて考えます。リアンソだいぶ打ちづらいんですよね。そうです、3巡目にローソーが落ちてて、だけ、あ、でも行きましたね。ドラドラ、また近川は一旦回っていく形です。チーピン山に残り2枚になっています。周りが引いたんで、あ、ここにパーピンが来た。これでちょっと補充はなす。パーピンのポンのケースはないけど、猿川さんがドラ持ってくるケースとかはまだあるんですよね。まあもうないですね。あ、もうないのか、はい、そうなんです。あ、もうなくなった。あ、ドラなくなったのか。ドラないんですよね。一枚石綿の手の中に。そっかそっか、はい、じゃあ吸収されました。あ、ただいや、これおっと、まあ、まあ、いやでもリャンゾーですか。ウーソーが今通って、あ、ウーソー通ったんでリャンゾーになるじゃないですか。あ、違うかな。パーピンってことはなさそうですよね。念のためやめた、はい、リャンゾーもソー酸素にしたんだね。グゲリーチも全然ありえるでしょうっていう。あ、チーピンがここに来た。ですか。1枚減りました。山に残り1枚。あ、このケースか。オナテンになるケースがありましたね。はい、カンチーピン待ちになりました。白鳥そうなれば1枚山に残っている。チーピン積もり合っています。猿川と白鳥、詰まってるのかな。石橋さんは通りそうな牌はあるけど、イーソーとかは通りますか。は現物がありましたか。はい、仕掛けが押してるっていうのもありますかね。それでちょっと選ぶ牌に結構苦労してるんですね。イーソーは通りますか。どうですか。数層通って3枚入れ、あ、完全に大丈夫な牌ですか。残したいみたいなのもあるかもしれないですね、終盤。まあ、チーピンはわっと最後の1枚、チーピン積もは猿川です。リーチ積もドーム1、2600は2700オール。これは大きい、大きい上がりを決めたのは親番猿川です。順目かかりましたが上がりましたね、うんうん、ない局は日本番を迎えております。サルカーの矢番ドラリアンピンです。また5万点超えましたか。はい、うん、本日2度目の。そうですね、ちゃんと着地できるといいですよね。ここ大事ですよね。
ちょっと、まあ、ちーちゃーに座るとそういうこともありますよね。親落ちてからが長いなんていうケースももちろんありますが、シャアを仕掛けていきました、うん、石綿積極的な仕掛けなんちゃなんで、これは本一一本ってことですね。はい、なんかこう積極的に仕掛ける場面といろいろこう織り交ぜてきてますね、石綿。はい、あれペーつもぎった、トイトイも見ているのか。初を仕掛けたのは猿川親番です、うん、これで初がなくなりました。9万トイツは残していく。なんで9万トイツ残してるんだろうね。特に安牌ではないですね。ああ、ここで落としていく。速度感出したいんだね。やっぱ対応させたいんだね。立川イーシャンテン、ここで9万。まあこれは特に役ないですからね。9万安牌になっても。何も重ねたのは白鳥シャチャです。選択、白はションパイ、はい、差し子があって6球1がちょっと悪くなった。あ、白から行きましたね、はい、初をポンしています。猿川3枚目の9番が打たれると白鳥もこれは外しやすいですか。まあ、1手進んだら外れるのは6球ワンターツですけど、はい、薄くてもね、あの引くかもしれないんで、まあ、まだ持ってるってことですね。ああ、いそつもぎった。これでどうするか、うん、これでチーマンパーマンになりそうですけどね。盗難はションパイ、9万3切れ。ただそれでも6球ワンよしと思うならトンかナンの選択はありますね。はい、トンだ。あ、トン打った。これは6球満、マンズの馬強に相当自信があるってことですね。これはちょっと狙い定めてる感じしますね。あ、白重ねて、これでイーシャンテン石綿です。急走からローピン残します。これはうまく やってますね。石綿さんもだってピンズの本一に見えますからね、はい、ここまでされるとすごい。これはテンパって、あ、でもそっか、チーソーチーだとね、はい、ピンズ余りで本一にはもう全然見えないんで、1枚切れの白はどっからでも打たれます、うん、あ、白鳥さんうまい。9万だ、9万入れた薄いの、これはうまいですね、はい、リャングーマン待ちテンパイ。ただ難波なのでリャンマンが上がれない。リャンマン上がれないですね。リーチでもいいのかな。あ、でも5万2枚切れなのか。ドラも切ってく石綿、やり位置はしない。リャウマ2枚ずつ切られています。うん、ドラドラと。ここであ、当たり牌だ。リャンソーどうするか、どうするどうするかっていうか、リーチ考えてんのかな。リャンソー白のシャンポン待ちでテンパ入れているのは石綿。ここは石綿の上がりになりました。本一2000は2600の上がりですね。何二曲になりました。石綿のこう技ありの技ありですね、資格でしたね。実はソーズという形になりました。何二曲、石綿のアイバンドラは白、はい、打点がもうちょっとある本一だとより効果的なんですけどね、うん、そうですね。あ、いいですよ、石綿さん、はい、はい、ただドラが1枚浮いてるんで、ここの処理の順目とかがポイントですかね。あ、ここもいい、ドイツが多いで、はい、あ、ここもいい、ここもいい、くっつきのイシャンテン、あれあれ、うん、ここは、まあ、仕上がれば高くなりそうではありますが、うん、時間がかかりそう。ドラドラ重ねた、これは大きすぎる。9
ピューマ、アンコ、イシャンテン、ここもイシャンテン、イシャンテンが3人。これでも親の石綿ドラドラですからね。わ、ペンサンド入れた、嬉しい。これは本一ですね、サルカワさんは。いや、テンパイだ、どうするか。外しもある、取り玉も、取り玉もある。外した、外した。早いですもんね、順目。そうですね、後継を求めて石綿、ここは一旦外す。あ、テンパイ、テンパイサブロー9層、これは強すぎる。いや、まあ、サルカワの手の中からはだいぶ出なさそうですが、いやー、サブロー9層ですでにテンパイを入れている。立川ローソー浮いてる。いやー、テンパイ追いつくか。いいシャンテン、テンパイ一回外しています。あ、これはいける、これはリーチいける、リーチサブローピン待ち。これで立川さんがどうするかですね。うん、あ、ローマン入れてテンパイ、このローソーが補充。立川の上がり、ピンフ先手の上がり、まあ、ちょっとこの後どうするか見たいところで、見たいところでしたね。さすがの三面ちゃんといったところでした。と、南三局白鳥の親番です。ああいう時ちょっと本当どうするんですかね。まあ、情報がね、少ないうちはある程度押すっていうのが普通なところではありますけどね。うん、まずまずですか、白鳥さん、はい、ドラが入った、うん、ナムから打ち出しましたね。あ、ここも面白そう。あら、数万個まである、数万個ありますね。1回戦ではね、1回数アンコテンパってますからね、立川さんは。うーん、まあ、実際山にはっていうところではありましたが、うん、2度目の正直、3度目か3度、それは3度目でしたが、いや、でもこれはなんか仕掛けても、あ、本当だ、高いですもんね。本浪とかがありますね、もう1個重なればすごい。本一も何もいろいろ見える、仕掛けももちろんある。白鳥もカンパピン嬉しいね、十分戦える手ですね。プラスとキューピン握りでしたね、はい、これチュンなんかが出た時に仕掛けるかどうかも。うーん、仕掛けどっちか、立川さんどっちだろうな。うん、本当タイプによるところではありますよね。そうか、想像の本一にしたくてドラが浮いてるのか。そうなんですよ、仕掛けるな多分仕掛けると。仕掛けますか。仕掛けますね、仕掛けましょう。ちょっと皮派手になっちゃうのが嫌ですけど、神茶親ですしね。うん、あ、これで仕掛けましょうか。いよいよ、もうこれどっからでも仕掛けますよ。どっか、まずチュン仕掛けるし、まずはチュン、これでいいっしょって、ね、うん、もう僕はどっからでも言ってましたよ。1でも9でもウッパーソー両面もチーまでありますね。両面もいきますか、はい、いや、まあ、確かに最後はウッパーソーいい町かと言われるとちょっと、そうなんですよ、いい町でもないなって。あ、受け気味だ、偉い、はい、パーマン、パーマンだね。ガンリアンソータズ払わなかったですね。払うとね、イーソーポンでテンパイ入っちゃいますからね。はい、こちらもイーシャンテンサルカワ、うん、マンズが伸びましたが、まあ、青チュンは、あ、青白は1枚ずつ切れてるんで、はい、まあ、安全パイに近いような、安パイを取っときたいってことか。ヤンピンから打ちましたね、はい。白鳥いいシャンテン、いや、どうする、シャーツも切れになるか。1枚切れだもんね。8万をね、2枚並べないのは一応上の3色があるからですけど、テンパイ貼りましたよ。あ、嘘、猿川の宝珠、立川の上がり、春本日ドラ1 8000点、宝珠に回ったのは猿川、まあ、ちょっと痛い宝珠ではありますが、早すぎる、ちょっと不用意かもしれない。オーラスとなりました、立川の親番です。ドラは初、
親番立川はヤンメンが2組ある。なんちゃ猿川はこちらの出牌、ピンフ系でしょうか。うん、ピンズで1面通、両面ターツもある。うん、通より3色ですかね、これだったら。旬を重ねたのは親番立川。まあものすごく、はでもこれで石綿の手かなり引き締まってはきましたね。ピンフ系、まあただ打点なさそうですね。ピンフで上がらせたい、終わらせたいっていうだけですかね、石綿さんは。ちょっとラス抜けには厳しそうですかね。そうですね、3着の白鳥までは1万4000点近く離れています。まあこれで三走を手打っていくと、ね、三走になりますかね。まあ本当、立川さんも選択ですね。ドラが浮いてる。三品からちょっと保留って感じですかね。はい。いろいろ残す選択をしていきました。あ、ウルソビキ嬉しい。これでもしかしたら3色になるパターンができた。ドイツが増えてきて、これでチートイツのイーシャンテンサルカワ。サルカワの立場もこの展望をもうがっちりホールドしていきたい。そうですね、1回戦がね、あんな形になっちゃったんでね、今回はトップは何としてでも守りたいですよね、はい、あ、転敗した、はい、スッチーソーマチ、だんだん満点ですね。回り3色と、3色になったらリーチもありかもしれないですけどね、ああ選択今度早かった。 E マンが3枚切れでしたね。立川さんは E スワンターツを払っていきました、はい、これ積もっちゃった場合もフリテンリーチまではしないですよね。しないですね。あのマンガン積もでもラス抜けできないんで、はい、ここはどのパターンでも上がると思いますね。現状テンパイを入れているのはシャーチャ、石渡、スッチー、総待ちです。白鳥さん選択、三層がちゃんと候補だったんですけど、そこでメンツができて難しくなりましたね。平たく三層もあるし、あ、パーマン打った。カンチーマンちなみに1枚切れでしたけどね。サルカさんはもうチートイツ1本ですね、はい、次の数層がもしかしたらもう打たれる可能性あります、ね、打たれる可能性ありますね。サルカさんは白鳥もカンチーマンのターツを払っていっています。両万、あ、仕掛けは入れず急走先に数走と、ああもう打ちましたね。これは終わらせますね。はい、の上がりとなりました、はい、ピンフ先手の上がりということで、2回戦以上の結果をもちましてトップより猿川、2着立川、3着白鳥、4着石綿の並びで終了となりました。続きまして3回戦です。